しいんか。で、さアンディさん、三拍子だから。多分一二三やから。二二だから六回しだから。24回は多いか。12回。それは12345678910111213141516171718。あれ？ストップ。なんかなくなった。24。今指の動きと数全然合わない。まあなんか楽天的やった初めはもうツアーも多分行けるね、5月とかやったら3月の時点ではまあ行けるんちゃうかなってどっかで思ってたけど、コロナ始まった時、やっぱ人と何かもの作るとかやっていくって恥ずかしいからあんま言えへんかったけど、やっぱりすごいことなんやなって、あっちゃね、会わない方がいい今時期でもある中で、ランダムじゃなくダンツク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 ってこう、にでいたい、ただただしつこいだけ、それは三拍子でいいってことやんな。うん、三拍子。じゃーん、じゃーん、じゃーん、じゃーん。うん。はい。ところって、ためる。じゃあ、最後の、1、2、3、4。ボーン、ソルザー、ボーン、ってなってる。1音目の前から溜まってる？一番最後のとこ？うん、最後の節のとこで。5のケツ？1、2、3、4、そう、5のケツの話してる。 5に入る前は溜まってないんか。うん、あ、そう、5の前はバーって逆に速くなってって、そのストレートに入っていく感じで、じゃあ、じゃあ、今4やって3やって4やって3やって4やってから4やって3やって4やってデデデ、あ、3がないのよ、4やって3やって4やってデデデ、あ、そうなの、うん、ちょっと短くなって、あ、短くなったんです、あ、ごめん、間違ってた、ちゃんとした落としどころを求めてる部分がどうしてもあるんですよね、やっぱり。何か人から言ったら絶対そんなことないって言われるかもしれないけど、意外とポップなものが多分好きだと思うんですよ、自分的には。自分の中で割と普通って思ってること、音楽的に本当は意外と好きだっていうことがそこにぎっちりあって、どうも今まで乖離してたと思うんだけど、なんとなくこう、もしかしたら同じことしようとしてるのかもしれんっていうふうに最近思ったので、その辺がかな、なんかそんなふうに考えてますね、なんかね、うん、この時期でってこと？ん？この
うん、割と、うん、ここしばらくライブもなくて曲作りのことばっかりやってたでしょ、うん、でどう言ってるのか分かんないですけどね、じゃあ普通にじゃあってロックジョニー・サンダースみたいなロックンロールになりますってわけではね全然なくてな、どんな風に感じたりしてますね。